イタリア北大西洋条約機構緊急展開軍団は北大西洋条約機構における軍事機構分野の欧州連合軍内に編成されている地上軍高速応部隊司令部と実動隊たる緊急展開軍団のこと。2001年11月に編成され、司令部はイタリア共和国ミラノ近郊北西のソルビアーテ、オローナに所在している。 イタリア緊急展開軍団の元となった部隊は、イタリア陸軍第3軍団であった。冷戦時代の旧第3軍団は、イタリア陸軍の予備軍団として、ワルシャワ条約機構軍の進行に備えていた。また第4軍団及び第5軍団と共に、南欧連合陸軍の一角を担っていた。当時の軍団に与えられた任務には予想される。 ワルシャワ条約機構軍の進行に対して防衛戦を形成する二個軍団のための総予備としての責任を負っていた。軍団司令部はマウロデルベッキを陸軍中将の下で2005年8月から2006年5月までアフガニスタンに展開している国際治安支援部隊の指揮を担当していた。イタリア緊急展開軍団は通常、イタリア陸軍第一通信連隊が常時指揮下にあり、 必要に応じていくつかの師団や旅団を及び支援部隊が軍団長の下に置かれる。上級式機関はナポリ島連合軍司令部かリスボン島連合軍司令部またはブルンツム島連合軍司令部のいずれかが当てられる。イタリア緊急展開軍団の主導国は文字通りイタリアで軍団長には代々イタリア陸軍中将が当てられる。司令部については 軍団長以下幕僚の大部分がイタリア人で構成されるが、NATO 加盟15カ国から司令部要員が派遣されている。イタリア以外の要員は、ブルガリア共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、ハンガリー共和国、オランダ王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ルーマニア、スロベニア共和国、スペイン王国、トルコ共和国、 イギリス及びアメリカ合衆国から派遣されている。また軍団司令部施設には航空作戦調整センターと海洋作戦調整センターが併設されている。司令部と常設部隊指定部隊、ありがとうございます。